いやー、ちょっと感極まりましたね、さっきの話は。言っただろ、お前にはまだ早い、恩人に戻れって。私にも実戦の経験はある。張本、なぜ私を止めようとする。危なっかしいんだ、お前を見てるとなんだかな。子供ではない、子供ではいられない。東方、観光は戦場で十分やっていける。父君の仇を討ちたいという思いもお前と同じだ。だがこの状況でいつまでも立ち会いをしているお前たちはまだまだ未熟ということだ。観光、張本、敵を討つために。さあ、おら。よし、ちょっと。いなくなった？陣を伸ばしてしまったのか。くぅ。どん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 こう陣を伸ばしていったのが失敗だったんですね。相手に裏をかかれちゃったっていう。ああ、しまった。俺どっち行ってんだ。よし、こっちから行けるのか。一尾掛けだ、また。よっしゃ。よし、でやりゃー、おら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 、いくぜ。超支流入る。よっしゃ、おら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 、でやりゃー、おらー。よし、きたー。ブヨー、うっ。助けに行かなければな。おっと、閉門。よっしゃー。くっくっくっ。おらおらー。
よっしゃくっ討ち死に。ただのこのこやってきたわけじゃないんだよ。おっしゃー、けい、たたてやらん、くどけくっ、キリがねえな。クソ、だいぶ押されてるか。討ち死に。馬両具目線。なんと討ち死に。そう、こっちからか。なんとあれ、いけない。くぅ、めっちゃ死んでるじゃん。あらー、ほら、う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 ら、超支流、マイル。くっ、うわー、リクソンと交戦中です。リクソンと交戦中。うわら。よし、急いで助けに向かう。いけるのかな、こっち。こっちから回っていくか。ごえ。諸葛亮、あ、いた、劉備。おらー、リクソン、よし、今こそ奴を追いかけるのだ。よし、
リクソンは撃ったぞ。なんか来てるな、敵が。劉備が突っ込んでってる。待てこの野郎、待て。劉備がもうガンガンいってるんですけど。ほらやだだ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 だ。うわ、くそ超支流マイル、あ、どこやってんだ。うわ、だいぶ減ってんな。よし、背にすると難しい。てい、ほらほらら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 、よし、こんやろ。超支流参る。うわっく、ぐわらー。あんなところにまたいるのか。お見事です。うわー、もう混戦してる。超支流バイルー、今だ。うわー、すげえ大迫力。うわ、あら、やりゃー、おっしゃー、ほら、うわ、超支流マイルー、くらーわらー、キュッ超支流マイルー、かっしゃー。すごい数の敵がいたけど、この調子でお願いします。よし、うま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 、行くぞ。何、おっと、
せい。ほら。で。よし。だくっ超支流でいって必要に。よし必要に狙ってやったぜ。たたたたたよっしゃー、ふっふっふっふ、いいっすね、いい感じです。よっしゃー、くせー、ほらー、ほらかんねえかんねえかんねえしろ。よし、よし倒しとかないとまずそうだ。ほらー、くっ、はいはいはい、あらら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 らほら、うら。よし。ほら。ほら。で、よし。よし。行く。で、あー千人切り突破。ああ。入る。入る。すわりゃ。よし。超支流。うわありゃ、よし、ここは何としても押してもらう。こいつか、よっしゃ行くぜ。スエリア、
超支流参る。セリア、セリア、おら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 、おっしゃー、けー、打ち取ったり、よし、撤退再開、お見事です。よし、やった。諸君は医療に孫悟の軍を破り戦に勝利した。しかし諸君はその先へと進軍することなく白帝城へと引く。自ら軍を引き戦った劉備が病の床に伏したためである。諸君の諸将と万民が心配する中、弱まっていく劉備の命だが、劉備自身はそれを静かに受け入れていた。未だ道半ばだが、生きた、己として生き戦い抜いた。大志を掲げ天下万民を思い、時に己の情に従って、だから悔いはない。この終焉をも己の運命と思える。この先は後に続く者たちがそれぞれの道を戦い抜くだろう。ならばこの命は今、桃園に誓い合った義兄弟たちのもとへ。英雄は戦乱の世から解き放たれる。劉備様は大丈夫じゃろうか。これ、これを劉備様に食わしてやってけれ。劉備様、劉備様、諸葛亮、あとを頼む。諸君の皆、私たちの陣の志を。将校殿、辛い思いをさせてすまなかった。玄徳様、私、幸せだった。おお、雲長、よくとく、どこへ行っていたのだ。いや、玄徳様、行かないで。ああ。私たちはいつまでも共に。玄徳様、
人徳の英雄劉備は医療の戦を終えると静かに世を去った。食官の帝位は劉備の志士劉禅が継ぎ、諸葛亮がその補佐となる。諸葛亮は孫悟に使者を送ると関係を修復、両者の名を新たにした。またその後諸葛亮は異民族の多い南中へと出兵、かの地を滑る大王孟獲を振幅させ、一帯を平定した。これで孝子の憂いなし、覇道を進む大国魏を倒し乱世を終える。4年に及ぶ入念な準備を経て、諸葛亮は魏に対し北伐を開始した。まず北の各軍を制してから長安へと進み、その先の巨匠を目指す。道は遠大、しかし何としても亡き劉備の悲願を遂げるため、自らを奮い立たせ、諸葛亮は魏が守る天水の地へと向かった。趙雲、正妻、そして新帝劉禅も各々の思いを胸に戦場に立つ。劉禅でやる人いるかな俺あんまりいないと思うんだけどな。やっぱりこれすいません、もう選択肢が趙雲しかないんですね。